ピサはイタリア海軍の総甲巡洋艦、ピサ級。艦名はイタリアの都市ピサから取られた。井戸戦争時のものと思われる、ピサ。手砲及び副砲が映っている。1912年10月のデルナ沖でのピサリボルノのオルランド造船所で1905年2月20日に寄港。1907年9月15日に浸水し、1909年9月1日に、 竣行した。1911年9月29日の井戸、戦争開戦時、ピサは第1艦隊、第2戦隊司令官、エルネスト・プレゼビテロ少将の機関であった。イタリアはトリポリ切れない火炎岩の封鎖を宣言し、ピサはトリポリ封鎖に当たったが、戦艦、ベネディット・ブリンなどが到着すると、アマルフィやナポリ、ローマと共にトリポリを離れた。 10月15日、ピサは、アマルフィア戦艦、ナポリ、総工寿命艦、サン、マルコなどや、兵員輸送船と共にデルナに現れ、同地の占領に従事した。ピサの兵舎などに対する、砲撃後、白旗を掲げたボートが送られたが銃撃を受け、その後町に対する艦砲射撃が行われた。荒れた海や海岸からの射撃による、上陸失敗後は海岸に対する砲撃が実施された。 デルナは10月18日に占領された。12月初めは、ピサは、戦艦、ビットリオイマヌエーレなどと共にトブルクにあった。同月後半には攻略することとなったズアラまで、第10不評旅団を乗せた、輸送船を護送したが、悪天候のため上陸はできずに終わった。4月13日、ピサを含む、第1艦隊は、ターラントより出撃。 4月17日にスタンパリア島付近で第二艦隊と合流すると、第三戦隊以外は、エーゲ海を北上し、インブロス島とダーダネルス海峡間などのケーブルを切断した。続いて、オスマン帝国艦隊をおびき出そうと、ダーダネルス海峡入り口へと向かったところオスマン、帝国の要塞との打ち合いとなった。公式報告によれば、イタリア側の損害はなかったという。 4月19日にイタリア艦隊は撤収を開始したが、ピサなど一部の艦艇は残され電信局などの破壊を行った。4月28日、ピサとアマルフィは250名を上陸させてアストロパリア島を占領した。5月4日、ロドストー占領に参加。9月、イタリアに戻った。低速航行中のピサ1915年5月、イタリアは オーストリア・ハンガリー帝国に宣戦線布告。同月時点では、ピサはターラントの第一艦隊第四戦隊に属していた。同戦隊は、ピサ級とサンジョルジョ級からなり、ピサが帰還であった。オーストリア・ハンガリー帝国海軍は海戦以降、イタリア沿岸への襲撃を実施。それに対して、第四戦隊などがベネチアへ派遣されることとなり、 6月23日から6月28日にかけて第4戦隊はターラントからベネチアへ移動した。しかし7月6日にアマルフィが潜水艦によって撃沈されたことはアドリア海北部での大型艦の活動に影響を与え、以後ピサなど3隻が出港することはほぼなくなった。1916年4月3隻はベネチアからバロナへ移った。 1918年10月2日、多数の艦艇が参加したドゥラッツォ攻撃に参加。1921年7月1日、ピサは二等戦艦から解剖戦艦に類別変更され、練習艦となった。1925年には、マッキー M7 水蒸気運用のための改装が行われた。1925年から1930年の間は、 士官候補生などの訓練に利用された。1937年4月28日に除籍され、その後解体された。ありがとうございます。